さあ皆さんこんばんは、レオザフットボールです。始まりました、レオザフットボールによる。今日は試合見ながら配信ではありませんね。チャンピオンズリーグベスト16の組み合わせが決まりましたので、こちらの考察配信楽しんでいきましょう。はい、というわけでさあ、お越しいただいた皆さんありがとうございます。今日はですね、いろんなね、チャンピオンズリーグのベスト16のカード決まりましたんで、それのですね、みんなで、この試合こうなんじゃないかとかね、ここが勝負のポイントですね、みたいなのを、なんかね、皆さんの、チャットを見ながらの方が深い考察をできるんじゃないかっていうふうに思いまして、なんでね、今日違う動画を作っていたんですけど、今日はね、この生配信にして、で、その作った動画を編集して明日アップしようみたいなね、まあ、こちらは事情ですけれども、楽しんでいきたいなというふうに、そういうふうに思います。なんで、ぜひともね、いいね、拡散、チャンネル登録の方よろしくお願いします。さあ、皆さんのコメントもね、今日流れ早いかもしれないけど、できるだけ読んでいきたいなっていうふうに思いますね。なんで、ちょっとね、名前の部分とか読めなかったりするかもしれないけども、お許しください。そう、南野もね、リバプール加わりまして、バルサには優勝してほしいけど、サイドバックが高い位置とって、センターバックが低いから間延びして、中盤で持たれて失点するんだよな。サイドバックが高い位置とって、センターバックが低いから間延びして、中盤で持たれてっていうのは相手が持つってことですよね。多分それは理由がまた違いますね、中盤で持たれるのは。サイドバックとセンターバックの距離っていうのは、ディフェンスの時にはね、狭いっていうか、近くしてるんでね。うん。さあさあさあ。あとはですね、あ、そうかそうか、そう考えるとあれですね。戦術ボードの方も使って、さっきね、戦術、サファリの方が調子が悪くてね、やめたんですよね。やっぱこうポンポンポンってなっちゃうんだよな。何がおかしいんだろう、これ。先日ボード使ってね、みんなの前でやりたいんですけど、なんかサファリが調子悪いんですよ、やっぱり。ごめんなさい。ちょっと何かしらの対策を立てておきます。なんで、クロームの方で、戦術の方はね、クロームの方では使えないんだな。まあいいや。はい。で、アタランタ頑張れです。ね。シティアのことも話しましたが、いや、もう一個一個ね、話していこうと思います。じゃあ、どんどん行きましょう。まずはね、チャンピオンズリーグ。こちらからじゃないですか？ドルトムント、パリ・サンジェルマン。はい。こちら話をしていきたいと思います。さあ、バルセロナはまずブスケツ、南のリバプールどう思いますか？これはパリだろう。うん。パリパリパリ、バルセロナ。パリ推し。まあ、パリはね、みんな多いね。うん。そう、トゥヘルフルス対決。一応ね、さっき見てた試合とは別に、チャンピオンズリーグでの、本当はね、それぞれの予想スタメンみたいなのも、でも今から作ってもあんま意味ないからな。とりあえず、直近のパリを見ていないんであれなんですけれども、ドルトムントの方はチャンピオンズリーグの方を見ていまして、パリ・サンジェルマンの方はレアルと同グループだったよね。これか。消化試合的なとこあったか、でもこの試合よりも、消化試合的な、あれがない、この辺の試合のスタメンとかを出した方がいいのかな。でもネイマールとね、エンバペ戻ってくるからね、もうムバペは。イカルディ、ディマリア、ムバペ。そう。これちょっとね、小さいけど、このぐらい大きくしたら見えるかな。そう、こんな感じですけれども。反射が強いかな。英語だと見にくいね、これ。このサイト使えば結構見やすいかなと思ったんだけど、ちょっと見づらいな。できるだけ近づけるんでお許しください。さあ、みんなの画質の方を上げてみてみてね。そうそうそう。お、ポンイロさん、トゥエラはドルトムントのこと知ってるし、ファブレア、ニース時代、パリ・サンジェルマン、苦しめてたから面白くないそう。相手に合わせてやり方変えるっていう感じの監督で言うと、どっちかというとね、トゥエルの方が得意そうですよね。で、あとはネイマールとかがいるときに、ネイマールをこのビッグマッチで控えにできないんじゃないかっていうね。ってなるとね、まあ、ネイマール、直近の試合だとね、パフォーマンス良かったみたいなんで、ね、意外にあれなんですね。この試合ミニョレがいたんですね。だから、イカルディ、ディマリア、ムワッペとか、あとカバーニとか、
前線からの守備をきちんと考えられる選手はいいけど、ネイマール入れると、ネイマールとムバッペのツートップに、ネイマールとムバッペどっちも走んないみたいなことになったら、うまくいかないしね。さあ。あれ最近4-2-2にやってませんか？ね。試合によってね、4-2-2もやるし、4-3-3もやるし、3バックもやるしって感じですよね。なんで、ドルトムント相手にどうしてくるかっていうことを考えると、パリの戦力をある程度知った上で、ドルトムントの方見た方がいいのかもしれないですね。ドルトムントは4-4-1-1みたいな感じで、ロイスのトップ下システムじゃないですか、基本的に。ロイスのコンディション次第みたいなね。ってなると、ロイスをどう抑えるかっていう話になるんで、マルキーニョスマンマークでつけてくるのかなとかね。ポグバ相手にやったね。ロイス消すのが大事でしょ。で、サンチョがチェルシーに行くんじゃないかとか言われてるけど、冬には出さないだろうしね。チャンピオンズリーグトーナメントまで行って。あ、一番最強試合は3バックやってて。うん。ね、この試合はね、ロイスゼロトップ気味だったんだ。最後の試合は。いつもね、4-4-1-1だったんで、この試合見た人いますか逆に。でもこの形ね、ロイスが降りてきても裏抜けする選手がいなそうだけど。サンチョとかアザー、トルカンアザールはまあある程度するけど、タイミングがそんなにいいってタイプじゃなさそうだし、グラントがボランチやったのね。見ましたよ。おどんな感じでしたかね。すいません、じゃあ、もう最近何試合かだけ3バックなんですね。僕が見た最後の試合は4バックだったんで。そう、パリ選択肢多いからね。で、普通に3バックで来たとしても、アスリートップで来たとしても、ドルトムントが、4バックで1人ね、人数余らせて、この3人に対して、4で余らせて、なのか、まあ、マルキーニョスアンカーに置いてね、やる形なのか。あと、あれですよね。ドルトムント相手だったら、フンメルスからの、玉出しをね、まず抑えて、で、バイグルと、ピセルにマンマークつけてみたいな。ただな、パリ・サンジェルマンもね、キンペンベがいるからね、この辺でキンペンベ引っかかるからね、基本的にね。うん、4-3-3、4-2-3-1で、ビルドアップの時には、マルキーニョスが降りてってって感じで、ロイス対策をどういう風にするのかですね。うん、あとはサイドの選手で言う。この3-4-3使ってくると、サイドバックが釣り出されるから、ね、日本代表がね、香港とか中国にやったみたいに、ウィングバックでサイドバック引き出しての、このスペースどうするのかって言ったら、3センターで、ベラッティ、マルキーニョス、エレーラとか、ゲイエとかいるじゃないですか。その辺の選手たちでここ埋めるとかね、5バックにしても面白いし。ドルトムントがその2月までにどういう布陣で固まってるかによりますよね。あとはそれ以外で言うと、キンペンペンにボールも出せよ。まあそうなるよね。クエルのことはよほどのことがない限り、ネイマールよりディマリア使ってリスク管理しませんから。そう思うんだけど、モチベーション低い状態のネイマール使うみたいな時もあるじゃん。だから、ネイマールかディマリアかじゃなくて、ネイマールとムアッペは使わなきゃいけなくてみたいになるのか、この時期だともう来シーズンには出てくから、なんか売却とか裏で決まってたりとかしたら、もう逆に使わなくてよくなったりするのか。ちょっとトゥエルの、トゥエル、つかネイマールとパリ・サンジェルマンのこの時期の関係性によりそうっすよね。夏にバルセ行くとか決まってんだったら、うん。そう、ネイマールはバタバルセロナに対して訴訟を起こしたって一部記事に書かれていた。バルサは手切れ金としてもお金を渡して、ついでにデンベレもつけて移籍金交渉も今後一切なしって形は取られるから。え、バルサしか損してなくないですかそれ。ただお金つけてデンベレ渡しただけですよね、それって。ね、4-4-1-1の、4-4-1-1にするとダブルボランチでサイドバックとセンターバックの間埋めると、あれ中スカスカになるんですよ。ってなるとロイスが使うスペースむちゃくちゃ空いてくるんですよね。そう、普通にレオさんの生き方好き、ここで褒められると思ってなかったから嬉しくて読んじゃったよね。今期で言うとディマリアの方が良さそう。僕ネイマールよりディマリアの方が悪いっていうか、ネイマールがディマリアよりいいって思ったシーズン一回もないですけどね。試合だけならあるけど、ネイマールとかポグバはブランディング上手いと思ってますから。クラシック生配信しますね。ねえ、マルキーニョスがロイスにマークつきそう。で、
か、マルキーニュースはバランサーで、まあね、その時期に出れるかどうかにもよるけど、エレーラ・ゲイエがいますから、相手に合わせた戦術取るのは得意なんだよ。ただ、ドルトムント相手だとどうするのかっていうね。ドルトムントはフンメルス、ビゼル、ロイスのこのセンターラインありきでね、そっか戦術考える感じですかね。こんな感じでドルトムントの話は。ホーランド取れるかね、ドルトムントね。あの、人気じゃん、すごいホーランドって。取れるかどうかわかんないよね。ゲイがロイスの見張り番、うん、そう、ネイマール好きだってやつ、ネイマールに本気で怒ってくれ、リアル戦みたいな時ね、ファンが甘やかしてる説ね、まあ、ファンの甘やかしが厳しくなったぐらいじゃ治んないというのもありますけどね。さあ続いてこちら、マドリーシティ、ね、こういう時にね、スターリングが使われるようになったっていうのがすごいよね。ああ、サンチョのところのサイドバックが緩くなければ大丈夫。ね。サンチョは普通に考えたら右ウィングか。うん。ってなるとね、ベルナトがどんなもんなのかっていう。ただバイエルン時代より相当成長してるからね。ただ左サイドバックに違う選手使う。それこそあれ、なんだっけ。あれ、今ベルナト、そうだよね。だからパリ・サンジェルマンで左サイドバックにケーラー使うパターンもあるし、キンペンベサイドバックで守備戦で当てるのもあるのかね。あ、よく覚えてたね、カニトイさん。レオさんの希望を実現した。そう。このね、この力で戦術ほとんどないみたいな。アドリブのレアル対、ね、いい素材揃えてるけど、組織と規律と、何、合理性で戦うシティみたいな。これはおもろいっすよ。僕はね、この試合アザールがいるかどうかってむちゃくちゃキーポイントだと思うんですよね。それどういうことかっていうと、シティってボール繋いで、相手は、陣地に押し込むサッカーを基本ベースにするじゃないですか。一応、長いボールも今シーズン使うようになってるけど、いずれにしろ長いボール使うと間延びした展開でやるから、そこのボールの奪い合いのところで、まあ、カゼミロとかさ、そのボール奪うのが得意な選手がいるでしょう。回収役で。あと最近、バルベルテとかも出てきて。で、それ回収した後に預けられるところで、長い距離をドリブルで持ってくるのは誰ですかって言った時、この人になって、ペップシティがね、チャンピオンズリーグで負けるパターンって、まあ、去年のスパーズ戦は不運があったけど、基本的にね、この力での突破にね、こうなんていうの、リスク管理してても、そこを超えてこられるっていうか、人数残してても、そこを突破してくるような選手がいるとき、バイエルン時代もね、ロナウドとベイルやられたし、ディマリアとかもそうか。今はね、このアザールがいるっていう。だからこのアザールが出られるかどうかっていうのはめっちゃでかいと思うんですよね。ディティールもクソもない、ラモス魂のヘディングでレアルが勝ちそう。あれもディティールあるんじゃないですか、ね、クロースのキックでね、ラモスが入ってくるところに他の人スペース開けたりとか。それこそね、あのコーナーキックを取るまでのところで、マドリーっていうのは、戦術があったかは別にして戦術的に機能してましたからね。そう、シティセンターバックは、ラポルトはいつまで復帰できないのかね。そう、モナコにもやられた。うん、あの時期はより一層ね、ディフェンス陣のね、その質というところでね、まだアップデートできてなかったですからね。クルトワがヘディングで決めてくれる。今回の試合ね、バレンシア戦、ロスタイムでクルトワがヘディングして、そのこぼれをする、ベンゼマでしたか。戦術をこう凌駕する展開で崩れるかどうかって面白い。うん、すごくね、楽しみなのと、で、シティの場合は、いつものやり方だとね、両ウィングが張って、マドリーのサイドバック釣り出してみたいにやるでしょ。ってなった時に内側をカバーするシステム。モドリッチとクロースがね、戻り続けてとか、バルベルデが戻り続けてとかで、その、ね、ニアゾーンナをケアとかそういうのは、ね、そういうところの戦術を仕込めないと思うのよ、今までのマドリ見ると。でも基本的にそのデブライネが走り込んでくるスペース、ダビド・シルバとかベルナード・シルバとか、その時によって、まあ、左インサイドは違うけど、そこどう使うかとかさ、そういうシティが用意してくる攻撃に対して、選手にね、どこまで仕込めるかって言ったら、そういうチームじゃないから、殴り勝つみたいな、殴り勝って局面守りきるみたいなチームだから、どうなるかってのあるよね。バルベルテとカゼミロダブルボランチとかダメですか？京都で言ったらそこがいいですよね、今で言うと。モドリッチもいいけど、だから今度のクラシコが、それこそやっぱりあれじゃないですか、いつも僕動画で言うみたいに、イスコとベンゼマ一緒に使って、基本うまくいかないじゃないですか、縦に一緒に使って。で、プラス、アザールがね、前回バレンシア戦いなかったのも大きくて、ただの個の力だけじゃなくてね、
いやーこれなんでサファリ壊れちゃったんだろう。何が起きたんだこれ。なんかこのね、戦術ボード使って説明したいんだけどね。いやーもうこれ使って説明したいな。悔しいな。いやね、このね、今なんか小画面でちょっと出るやつちょっとごめんね。これ気になってしょうがないんだ。残さないにしたらいけんのかな。あ、いけそういけそう。朝日新聞開いちゃう。そうか、さっきのあれのせいでバグってたかな。これをね、ちょっとよし、白と水色だとあれだから白と黒にするね。あの他のチームでも代用できるように。ちょっといい、ディスコの説明したいから待って、ブラック。まあ、こういう、基本的にこういうふうに守るとするじゃないですか。黒側が守りで、赤側がレアルだと思って。このね、ここのスペース。ここをね、意図的に取る選手が、今前線にいる選手でアザールだけなんですよ。イスコこの辺降りてくるし、ベンゼマもこの辺降りてくるし、取るときあるけど、意図的にここに残って取ろうとするみたいなのって、少なくて、ロドリゴとかも張りすぎたりとか、ビニシウスとかもこの辺で待ったりするから、ここ取る選手がいなくなるの。だ次のクラシコとかね、守りやすくなっちゃって、あのまま来てくれるんだな。だからベンゼマとかにここ取らせて、ヨビッチとかが残ってるパターンだったりとか、ちょっとね、小さいまま説明しちゃいましたね。大丈夫でした?みたいな。どうやったか分かりやすかったよね。でももう戻りますから。本当に皆さんのコメントも読みながら、2000人見てくれてありがとう。そう、ウィングバックが鍵握りそうですね。ウィングバック、あ、VR か。全然違った。VAR が鍵を握るって。ペップワイルの時みたいにアンチェロッティのように、ジダンは4-4に使いそうじゃないですか。ね、それでね、まあ、さっきの戦術ボードに戻るとね、マドリーがこの、ここ2インサイドハーフだけど、あ、まあ、この、ここはアンカーでしょ。こうなる形じゃん。マドリーのダブルボランチの作り方って、この、ね、ディマリアの時の2000インサイドハーフみたいな。こうなる感じじゃん。ってなった時に、ここの2人が、今の感じだと、こっちにずれるから、カゼミロ、バルベルデになるみたいな。で、ここ誰になる、ここクロースになるでしょ、今までの形だと、サイドバック上がってみたいな。ってなると、あの、右、今まで右イスコだっけ、イスコでこの辺こう、ごちょごちょしたけど、ほんとこの辺動くから、イスコ見てるとほんとイライラしちゃうんだよね。まあでも、イスコに見てくれって言われてないから、ね、あれなんだけど、仕事で見なきゃいけないから。そうそうそう。ってなった時に、ヨビッチだとこの辺の守備、ね、ある程度するし、で、ベンゼマ残して、で、右の守備ってなった時、俺は、ここにモドリッチでこの辺好き勝手動かせるパターンっていうのが一番いいんじゃないかなと思うんですよね。バルベルデ、モドリッチ、クロス、カセミロで。そう、ヨビッチは、ほんとイライラした。うん、このチャンネル見てる人はね、イスコ見てるとイライラすると思うんだよね、絶対。そう。バレンシア戦は見た。うん。ね、バレンシアね、勝てておかしくない試合だったよね。イスコ上率低いですよ。おそらくロドリゴです。そうかな。イスコ最近使われてるっしょ。まあ、その時の状況によるけどね。僕もロドリゴの方がいいとは思ってるんですけど、普通にこの間試合だとイスコウィングで使われたりしてたじゃん。ウィングと真ん中戻ってっていうか。セントラル系4人起用とか時短やりますかね。いや、僕のちょっと希望ですね。すいません。普通になんか王道にやります、時短は。ウィングにはウィングみたいな。次のクラシコどうするかって感じだけど。うん。マドリーは士気が下がると戦術が浸透したくなるから、ベニテスパターンね。まあね。うん。まあ今回のね、あのバレンシア戦ね、イスコが使われ、イスコロドイゴだったでしょ?使われるのはイスコロドイゴ。この間の試合、アザールイスコじゃなかった?なんかの試合。まあその時のコンディションとかで見たりするんでしょうね。
とは、関係ないけど、シティ対アーセナル、アーセナルの守備見たときめちゃめちゃイライラしました。あ、でもアーセナルの守備をもっと能力高い人でやってるのがマドリーみたいな感じです。一人一人のカバーリング範囲を広く設定されてるんですけど、その広い範囲を守れるカゼミロがいるみたいな。で、トレーラーじゃない、グエンドジよりも、もうちょっとトレーラーの横で仕事できるモドリッチみたいな。クロースも結構開けちゃうからね。クロースが左にずれる守備だったらいいんだけど、クロースが中央を任されるパターンだとちょっと不安なんですよね。ただ、ジダンは定期的にクロースアンカーっていうか、クロースの低い位置っていうのはやらせるんで、てなるとそこまで気にしないっていうか、うん。そう、キャラゲー、うん。モニターの向きの方がいい？あんまりあれするとね。さあ、そんな感じで、レアル戦に関してはみんなの方からのコメントなんかも見ながら。そう、ゼンマイリクさんのね、なんでイスコはスペインで育ってああなったんだって。そう、クロースはね、クロースがアンカー、なんかさ、この俺の中のあるあるの、なんか、新シーズンの名鑑とか出ると毎回新加入選手加入してクロースがアンカーにされてカゼミロ弾かれるっていう、その雑誌のフォーメーション上カゼミロ外されてクロースがアンカーに入るってあるあるだよね。内田イスコさん神って言ってましたよ。あ、言ってたよ。だからそういうことなんですよ、あのプロの視点っていうのは。パッと見うまいかパッと見早いかとか。ね、イスコペップが監督だったら違うかも。だってあれですからね、あの、僕の世界で言うと、あの、笑い芸人とかラッパーよりも、ライターとか記事書く人の方が、なんすか、あの、音楽に詳しかったりとか、お笑いに詳しかったりとか、この、なんですかね、こう、理論でそういうところ見てるとかありますかね。プレイヤーの方が理論で見ないから、見た感じ面白いとか、うん。あの人いるとライブ盛り上がるな、みたいな感じ。でも実際外から見ると、あの人いるせいで他の人はライブで死んでるような、みたいな時あるからね。まあ、カゼミロが絶対に必要っていうのは、ジダンも分かってて、いなかったプレシーズングズグズになってますし、クラシコのためにバレンシア戦は、累積で出場停止にならないように温存しましたからね。さあ、続いてこちら、アタランタ対バレンシア。どうですか、これ。バレンシアね、4-4-2でそれこそブロック作ってコンパクトにする守備してくるから、ってなると、そのバレンシアの4-4-2に対して、アタランタはさ、こういう感じではめに行くでしょ？こういうはめ方するでしょ、アタランタって。このね、352とか使ってね、前から行っちゃうこの形。この感じで行くでしょ？ちょっとこれ、邪魔だからあれしますか。普通にこのね、352こういう風に行くだろうから、こういう状況でバレンシアが後ろから繋ぎながらパレホとかが間で受けてっていう感じの展開になるのかね。そうそうそう。まあ、その時にはね、ツートップがロドリゴと誰組んでるか、フェラントーレスがこのまま伸びていくのか。ね、アタランタ・バレンシア言えるかと思うけど、試合見るとすごいチームとして。バレンシアなんかさ、前の監督からさ、変わってさ、今の監督でボロボロになるかと思ったら、ね、いい感じになってて。パレホがさ、より一層なんていうの、ブスケツがより一層なんかロウソクで溶けた感じみたいに言ったけど、プレーがブスケツに似てきたというか、なんなら最近だとブスケツより安定してるっていうね。そう、あとバレンシアはバレホにはマーク厳しくいって、パレホからのパス供給を切っていけば、カウンターなかなかフィニッシュまでいかない気がします。やっぱパレホが来てんだもんね。で、このね、4-4-2に対しての3-5-2って、カウンターの時にね、まあ、ね、撤退守備の時こういう感じになる時もあるけど、この時にね、サイドバックが、バレンシア結構上がるから、こういったスペース空いてくるから、ここにね、インサイドハーフ出ていけるっていうのが、このシステムの強みなんですよね。で、ドゥパンサパタとかさ、いたら中央で待てるし、アレハンドロ・ゴメスこういうところで仕掛けられるし、みたいな。で、あとは右サイドからボール入ってくる時の、ゴーゼンスって感じですよね。うん、そう、ガヤエグいよね。そう、バレンシアはパレホかな、あとゲレスの状態とか。なんかね、3バックみたいな形にもなり得ると思うのよ。バレンシアの両翼の状況によるけど。ってなった時に、
例えばだけど、トップにあの巻き込みスとかがもうちょっと使えてたら、当てて落とすみたいなさ、この辺に。ね、こう長いボール来て当てて落とすみたいな感じで、2列目でこう、みんなが受けられる状況。やっぱバルサもね、スアレスが当てられてメッシが落としてみたいな形とか、昔のあのバイルンだと、ユベントスだと、サイドのマンジュキッチが来てになって落としてとか、そういう選手いると前からはめられた時にね、一気に有利になるんですよね。むしろ、後ろがスカスカになるから。まあ、戻りでもベンゼマは無理やり背負うっていうより、いろんなところに動くね。うん。だそういうマキシゴメスの使い方によってっていうのもありますね。コンディションが良かったらこの時期に。あ、ビッグクラブに弱いときと去年ユーベに勝ってるね。どこ？バレンシアの話？バレンシア勝ってるっけ？アタランタの話か。アタランタって最終戦まで最下位だったらよく抜けれたよね。ロドリゴいい選手。僕、ロドリゴは過小評価されてるというか、もっとね、大きいクラブにいたらね、もっとすごい選手として扱われるんだろうなと思いますね。突破できるカジホンみたいな感じですからね。あとは、パレホ、ブスケツと2過ぎ、そうそうそう。で、パレホ取ろうとしてたのがバルベルデですからね、バルサの監督の。ブスケツ2人になってたんですよ。そう、ロドリゴの体型好き分かるわ、あの締まってる感じのね、うん。ガヤはバレンシア愛がすごいんだよね、うん。だからロドリゴって右ウイングもできるけど、ツートップの一角において自由にやらせた方がいい感じですよね。フェラントーレス、デブライネになりますか。フェラントーレス、もうちょっとサイドアタッカーで何でもできる系の若手かなみたいな感じだったんですけど、最近セカンドトップに使われてあんまりね、うん、まあ、この間クロス上げてたけど、そこまでクロス武器みたいな感じじゃなかったよね。ザースリーとかあるね、うん。あとはバスってバレンシアですね、うん。どうなるんだろうね、サイドバックに使われるのか、サイドハーフに使われるのか。その時のコンディションというか、あれにもよるけど。いや、この試合はなんだかんだ楽しみですね。じゃ続いてこちら！はい！アトレチコ、リバプール。お互い一番当たりたくなかったんじゃないですか、これ。これコメ欄盛り上がるっしょ。皆さんぜひともですね、皆さんが思うここの見どころとか、勝敗予測とか。僕ね、リバプールの倒し方の動画見てほしいんですけど、一番リバプール当たりたくなかったのはアトレチコだと思ってますからね。うん。絶対相性悪いよ。うん。そう。一番リバプールが当たりたく、だから今シーズンはシティがチャンピオンズリーグで、リバプールがプレミアなのかなっていうふうに思ってますね。うん。改めて。プレミアは日程が厳しいんだ、さっきから。うん。リバプールは引かれるのやだね。引かれて、ね。スペースないところでスピード落とされて、長い距離のカウンターでね。さあ。情熱対情熱、献身性対決。熱量高いチーム同士だけど、ベクトルが全然違う感じ。なんか、シメオネの方が現実的に熱くいこうみたいな。俺らはこれしかねえんだみたいな感じで。で、クロップはサッカーって楽しいよなみたいな。ね、頑張って守備すれば攻撃も楽しいぜみたいな。同じように走るんだったら、クロップリバプリった方が楽しそうですよね。ボール持たされた方が負けてほしい。サイドバックの質ね。うん。めっちゃわかりやすい。ありがとうございます。ロディがね、最初のインパクトに比べて最近ちょっと調子悪いっていうか、ただ、俺もうロディ、アトリシコの左サイドバックなんですけど、ロディが守備不安、そこの守備の組織的なところだったりとか、あと、僕が見る限りは体の向きとか一個一個の対応なんですけど、ロディが微妙だからサウール使うっていうのがね、すごくなんか嫌なんだよね。なんでもマヨネーズかけちゃうみたいなさ。2000人来るはすごいですね。ありがとうございます。アリアス左行けますか？僕は左エルモソを慣れさせる方がいいのかなって思うんですけどね。多分この時期には、センターバックサビッチかヒメネスどっちか戻ってくるでしょ、ちゃんと。あれ、今はもう戻ってきてるっけ？そう。で、サウールの左サイドバックは、ロディよりはできてるだけで、ディフェンスラインの選手としてはそこまでいい感じにしないっていうか、サウルの良さってドリブルだったりミドルシュートだったり前線に飛び出していけるオーバーテイカー的な役割だったりありますからね。
今ちょっとね、月風で苦しくなりそうでしたよ。今のが遺言だったら嫌だなって思って。トリッピアやらかしそう。トリッピアアトリチコ入ってから守備ですよ。これもシメオネのね、もう伝統的なやり方っていうか、攻撃的なサイドバック取ってきて守備植え付けるっていう。だアリアスも今その途中ですし、ファンフランもウィングでしたし、フィリペ、ルイス、フィリペ・ルイスもね、守備鍛えてチェルシーに持ってかれて帰ってきてもっと良くなってみたいな感じですからね。そう、だからトリッピアはすごい良くなってますよ。アトリチコはね、3バックね、使ってたんだけどやらなくなりましたね。ライン間を取るのが下手なんですよ、アトリチコは。この相手がね、まあ、黒だとして新しくしようっていうのはちょっと気持ち悪いかもしれないけど、ちょっと色いちいち変えるの面倒くさいから許してね。こういうのって時のこういうところをね取る選手が機能的にいないんですよ。で前言ったあの久保とジョアン・フェリックスの違いで、ジョアン・フェリックスの方がオンザボールのとこだったりミドルシュートとかすごいけど、こういうところにちゃんと的確に顔出しながら裏取るみたいな、それがねこうなんていうんですかね、再現性が低いっていうか精度が低い。デブライネとかこういるとこ間違わないじゃないですか、ダビド・シューバーとか。なんでそういうジョアン・フェリックスがまあシメオネの下でそこ成長するのかなっていうのと、こういうとこ取る選手がいなくて、コレアとか比較的取るかな。だけど後ろからね、そこに供給する形っていうのもあんま作られてない。で、一番それをやんなきゃいけないのは、このね、このポジションに入るトーマスなんだけど、トーマスがね、空いてんのに裏狙っちゃったりするときは多いのよ。だからそういう形を仕込んでないっていう、トーマスのスペックだけじゃない問題があるんですけど、そう、だからどういう形になってるかというと、シメオネはこの形ずっと仕込めないから、そう、アトリチコはマネを抑えられないさ。ただね、あのスペースを狭くしてマネ の得意な状況に持ち込まないというふうにしてると、それができれば日本代表でも抑えられたっていうね、マネはセネガルで。なんでマネにどれだけあのいい状況でボールを供給できるかっていうところで後ろの選手大事になるんですけど ね、セネガルにもクリバリいましたけど、まあでもね、ファンダイクとかいろんな選手が後ろからボール供給できますから、セネガル以上にそれアトリチコにしては厳しいんですけど、ただね、日本よりもアトリチコの守備はいいわけで、ね、両サイドバックの質ね。あとね、アトリチコの守り方ってあの、まあ、黒アトリチコだとすると、テナハは基本的にフォーバック出さないみたいなのが基本のやり方で、サイドはもうサイドハーフに戻らせてみたいな、中央を固めるみたいな。なんでこのやり方なんで、こう、もうお分かりの通りね、こう、シックスバックみたいになるんですよね。こういう風にこうもう硬くして。だからより一層、アーリークロスとか相当精度良くても弾き返されるみたいな。だからこうなってくると、今度この位置からのミドルシュートってなるから、チェンバレンとか、ファンダイク上がってきてるのかな。あとはこう右のね、センターバックもね、マティプとかで持ち上がれるだけって全然違いますよね。そう、スペース消せばリバプールはやりが包丁レベルの中ね、そうそうそう。あとは個人の技術のところになって、ポルトとか相手だとスペース消されても大丈夫だったけど、アトリチコ相手だとね、僕はこの試合の注目ポイントは、アトリチコが一番あのやりたいサッカーだ。アトリチコがね、取りこぼすときってやっぱリーガのチーム相手にも、まあいろんなパターンあるけど、一番相対的に多いのはやっぱりアトリチコ側がボール持たされるときですから。ってなるとリバプールがボール持ってきて、で切り替え勝負でボール拾い合うっていうのはアトリチコの方も望むところですからね。あとはジェイコ・コスタが復帰してるかどうかかな。あとさっきの話で言うと、今度リバプールを黒側だと思って話聞いてほしいんですけど、リバプールってこのサイドバックが高い位置を取るじゃないですか。ってなった時にこういうとこ開くって話したじゃないですか。こういうところに中央の選手が流れてくるパターンで、そこをファンダイクが出ていって潰すみたいな。こういうシーンあるじゃないですか。ただここ出ていかなくても前目のところでボールもらってっていうところで、オンザボールの状況で勝負できる選手。そこでキープできて周り上がらせてっていうのをできる選手だったら、ジョアン・フェリックスはそういうあのことはできるのかなみたいな、まあでも周りが上がってくビトロとかそういう選手が必要になってくるけど、あとはなんだろうな、あとはこの時期にもしかしたら、ね、南野が入ってるかもしれませんからね。アトリチコの 4-4-2 の守備、どうしてもね、センターあの4バックって言いますけど、センターバック2枚なんで、中央ね
3バックよりも少ない人数で守んなきゃいけないんですよ。ってなってくると、攻撃的に行かなきゃいけないときに、じゃあ、フィルミーノの後ろに誰入れる、4123に変えてっていうところで、南野が出ていって、かつてのね、トッティが良くないときに中田が決めたみたいな感じで、南野が救世主になってくれるんじゃないかっていうね。そういう楽しみ方もありますよね。確かチャンピオンズリーグって他のチームで出てても出られるようになったんじゃなかったっけ？さあ、そう、コスタ怪我してるからね、戻ってこれるかどうかね。ね、なったよね。そう。で、マティプ復帰できないときに、ただ、シメオネって別にどっちかのセンターバックにマンマークつけてみたら、そこまでディティール変える戦術しない気がするんだよね。トゥヘルとか、ドイツ系の監督がやるよね、そういう戦術って。あと、ロブレンが昔より長いボール出せるようになってるってあるよね。ロブレンが奥に長いボール入れて回収してから攻撃みたいなのって、あと1個は狭くしてくるからやりませんかね。このね、ライン感男でしょ。いや、4-4に相当こう固く作ってくると思うんだよね。で、アトリシコの今の問題はやっぱりグリーズマン不在が守備に出てて、どういうことかっていうと、これね、ここ固くしてるときってここの攻略して、相手を釣り出さなきゃいけないのよ。ただ、その時に、グリーズマンがいた頃ってこう、岡崎みたいにこの辺できちんと守備してくれてたんだよね。ボールがあるサイドの方を切って。ただこれがね、今残ってる選手ってビトル以外あんま上手くないんだよね。だから、ここを抜擢される選手がどのぐらいそれできるように伸びてるかとか、あと、ジョアン・フェリックスサイドに置くと、最初はいいかもしれないけど、途中からもうロバートソンの上がりについていけないんじゃないかな、みたいなね。ってなってくると、ジョアン・フェリックスの苦しさばっかり、しんどさばっかり目立つようになっちゃって、みたいな。まあ、僕はジョアン・フェリックスはエリクセン的な感じで使っていく方がいいと思ってるんですけどね。あ、そうか、ロブレン負傷してたからゴメス使ってたのか、この間。そうそうそう。ね、ゴメス背中取られすぎるからね。サビチとマティプって似てません。カバーリングのうまさとかは似てるけど、マティプの方がボール持てるかな。そう。ロバートソンは長い距離走るの早いからね。だから南野もついていけてなかったしね。だから中央の守備に南野移った時にね、そっちの方が調子良さそうだったしね、やっぱり。さあ、続いて、こちらの戦い行きましょう。チェルシー・バイエルン。ほんと今回楽しみなカード多いわ。ああ。マティブ復帰しますよ。怪我明け心配。うん。あれさ、アウェイ2試合目だとほぼ全部負けてる。逆が3回続けば優勝できそう。ああ、そうか。エンリケ時代のチャンピオンズリーグだとかね、アウェイ2戦目でも勝ってたんですけどね。さあ。ね、コメス裏取られるけど、奪い返すという、なんとも言えんってことかな、なんとも言えんっていうのは。ただ、奪い返せるレベルの相手だったらいいってことですよね、だから。ね、バイエルン強い。これね、今のバイエルンがいいかどうかって言ったら微妙っすよ。もうこの配信始まる前にバイエルンチェックする時間に一番時間使ったんですけど、バイエルン、直近の試合は4231かな、使って、コーチーニョも使って、勝ってるんですけど、相手も、直近はブレーメンだったかな。ただ、中盤のフィルターは効かないんですよ、バイエルン。新しい監督もハビマルティネス使うようになって、僕前、バイエルンが、監督、バイエルンで監督が生き残るためにやるべきことっていう話、皆さんにしたと思うんですけど、それってハビマルティネスをどう扱うかって話なんですよ。だから、ハビマルティネスをどう扱うかっていうところで、スタメンには使ってるんだけど、センターバックに使ってんだよ、ハビマルティネスを。で、ハビマルティスのスピードのなさっていうか、ラインある程度上げてパス回ししてるところで相手に奪われて、そこ使われたみたいなのがあって。ハビマルティスがこう開けたスペースをサイドから入ってきたみたいなのがあって。で、ハビマルティスのミスみたいな形で2試合ともやられちゃってるみたいな。で、ハビマルティスって読みで勝負するタイプの選手だから、ってなるとハビマルティスは1列上げなきゃいけない。ここの位置に使って、ダブルボランチの一角で守備サポートさせつつ後ろのセンターバック助けるみたいな。ってなるとセンターバックズーレはユーロまでに戻ってこれるかどうかでリュカエルなんですがどうか分かんないから、だからボアテングアラバハビマルティネスの三角形作るのが一番いいと思ってるんですよね。
で、アルフォンソ・デイビスだっけ、左のサイドバックですごいいい若手がもう育ってきて、で、キミヒここに使うんだけど、俺、キミヒは絶対サイドバックだと思う。だからそう考えるとパバール中なんだけど、パバールはね、単純に空中戦怖いのかもしれないね。キミヒがボランチだと落ち着いてつなげるんだけど、やっぱりね、強みの両足での構成とクロスがなくなっちゃうんだよ、右サイドで。パバールもある程度いいんだけど、やっぱキミヒが良すぎるのよ。そう。ね。ボアテングありえないです。そのね、単純な、なんていうのかな、チーム、まあ、選手の出来とかで、なんでそのミスすんだとか、なんでそのスペース上げんだみたいなとか、あったかもしれないけど、この前のフィルターが効いてるかどうかって、センターバックにとって超重要じゃん。もう、やったことある人ならね、もう言う必要もないと思うけど、ここでさ、コース切ってくれたりとかさ、自分が出て行った後にここ埋めてくれたりとかさ、それするだけ全然違うでしょ。だからもう、マドリーがあんだけスター選手いて、カゼミロがいる試合といない試合って全然違うみたいなさ。ね、ってなった時にここのフィルター役っていうのがキミヒプラス誰かとか、最近もうチアゴとゴレツカだったから、なんかチアゴキミヒか、あのね、なんていうのかな、軽い人を使うのよここに。で、軽い人を使う監督ってことごとくいなくなってんのよ。アンチェロッティもそうだし、あの直近のあの人、イケメンの人コバチもそうだし、今回の監督もそうだし、で今の監督、その、なんだっけ、名前忘れちゃったけど、バイエルンのその暫定監督って劣化ペップみたいなサッカーやってるんですよ。中盤出身のハビマルテンスここ入れて、アンカーにキミヒとかチアゴ使って、みたいな。で、4-1-2-3のツインサイドハーフの一角にミラー使って、ビルドアップしながら、レバンドスキー開けたスペースにウィングとインサイドハーフのどっちか出てくみたいな。そう、ハンジ・フリッツさん。ね、進撃の巨人出てきそうだね。ただ、後ろの組み合わせ、ビルドアップの形をそんな変えないんで、ガンガンプレスハマって、このクオリティでズレ作ったら運べるけど、そうじゃないときに危ないみたいな。だから怪我が起こりやすいサッカー。この間のアーセナルと一緒です。配置のズレ作んないから相手が、強度高い守備をできちゃうっていう。だからね、やっぱりね、配置のズレをきちんと作ってビルドアップできる。だからハビ・マルティネスを中盤に入れると、降りていって3バック化してとかできるし、2センターバックも、ちょっと衰えてるボアテングとか、ね、ちょっと空中戦不安なパバールとかにも、間に降りていってさ、神戸のサンペールやるみたいな。サイドからクロス入ってくるときだけ3バックみたいな。そういうやり方した方がいいと思うんだよね。キミヒはサイドに置くと、そのサイドを狙われてる印象。対人のところなのかな。バイルは下田さんとの相性一番いい。レーバンドスキーだっけ、レーバンドスキーだっけ。そう、ね、確かキミヒがね、上がった、まあ、後ろのスペースとか、だからマルセロ扱いすればいいんだよね。だからマルセロの裏のスペースクロースが使ったり、だから対人強いセンターバック右に置いて、まあ、昔のボアティングだったらめちゃくちゃそれ向いてたんだけど、今だとどうだろうっていうね。で、右側にハビ・マルティネスを置いて、そっちをケアさせるって感じかな。で、チェルシーの話もしようね。で、チェルシーもそうだよね。配置のズレを作るのがうまくないのと、あとチェルシー1月に補強するでしょ。補強禁止あったから、夏。ってなると、誰取るかっていうところで、これね、直接的に誰取ったからすごくなったみたいなさ、今噂上がってるのだとアヤックスとかね、それこそチャンピオンズリーグ決勝ラウンド行けなかったからさ、ファンデベイクとかありそうじゃん。で、ファンデベイクがいると、そのね、オーバーテイカー的に、ここにね、もう、ワントップが、エイブラハムが空けたスペースに入ってく選手とか、もうめちゃくちゃ機能しそうじゃん。それもいいし、カンテ、コバチッチ、ジョルジーニョのところを休ませられるっていうのでかいよね。うん。ザホもいるか。ザホって今さ、こんだけチェルシーウイング飽和してるのいるの？だってね、あの人とかいるじゃん。ザハっぽい人。ハドソン・オドイとかさ、ウィリアムも最近いいしさ、ペトロがね、出ていくんでしょ。で、プリシッチいるでしょ。ファンデベイク移籍してきて出るの、もうまた南のアンケですけどね。そう。っていうなるとね、プリシッチいて、ウィリアンいてっていうところで、そこにわざわざ来るかね、この時期に。あと、同じプレミアのチームだと相当お金積まなきゃいけないしね。
そう、ファンデベーク入ったら飛び出せるか、カンテを強めはできる。そう。カンテが低い位置で守備をして、ファンデベーク上がっていくっていうね。で、4-4-1-1 の守備の仕方。カンテがジョルジーニョの横をカバーして、高い位置で、その、ファンデベーク守備させるっていうのは、ファンデベークにも合ってるしね。あとはあれかね、バエル、ニャブリがすごいから、右のウィングでごちょ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 やりつつ、斜めに入ってきてて、オフザボールもむちゃくちゃ駆け引きするのよ。ってなるとセンターバックね、その時期に誰が出られるのかっていうチェルシーのね、ズマだと厳しそうだよね。ニャブリが厄介だよ。てか、レバンドスキーをズマとトモリで抑えられる感じしないね、シンプルに。ニャブリ厄介。で、あとはコーチーニョを買い取れっていう風に選手は言ってるけど、どうするのかっていうね、125億だっけ。そんぐらいの活躍してんだよね。そんなにアブリを放出したね。競合あるらしいじゃないですか。まあね、アーセナルを今競合って言っていいのかどうなのかっていうとこありますけどね。だから、ニャブリ対エメルソンみたいな。エメルソンね、マルコス・アロンソよりは対人強いけど、ニャブリの場合、ボール受けたところじゃなくて、受ける前を動ける選手だから。うん、今すごい、ニャブリ、ロドリゴ、マネかな、今ウィングですごいなって思う選手。まあ、スターリングもそうか。そう、ニャブリがこねくるからコーチが頑張れる。そうだね。両サイドにすごい選手いるしね。まあコーチには最近トップ下とか中盤の真ん中は多いけどね。ね、そう、125億なら朝ね、ハーフェルスね、行くだろうな。うん。だから選手的にはコーチにすげえいいから取ってほしいけど、ただ、バイエルン的には今後のビジネスも考えてって感じですかね。あ、140億か。ありがとうございます。あとは、アスピリクエタの高さのなさがペリシッチ使われたら、センターバックの背中を守るのはアスピリクエタになるから、まあ、黒チェルシーと捉えた方が分かりやすいね。ここアスピリクエタだと、こっちからこういう黒さ入ってくるときに、この、ここをね、ここの担当アスピリクエタになるんで。ってなると、左ウィングから、ペリシッチが飛び込んできたとき嫌ですね。で、そのときに右からのクロスで、キミヒっていう最高のパターンもありますよね。で、そこで奪ってカウンターって時に、ここのフィルターがあるとバイエルン強いから、やっぱりね、ハビ・マルティネスを中盤に使うか、そういう選手がね、まあ、中盤の守備が重みを増させ、中盤の守備の重みを増させないと、バイエルンのフィルターはそんなに機能しないですよ、今。それこそサイドバックの裏、出てきたウィング、今のチェルシーのクオリティのウィングだったら、やれちゃいますね、バイエルン相手に。エイブラハムをボアテングが抑えられる気がしない。そうかね。ボアテング劣化してるけど、エイブラハム、うん、まあ、この時の覚醒具合によるけどね。老快に抑えるイメージあるけどね。ただ、ズマ対レバンドスキーは絶対無理だね。だって、ズマってめちゃくちゃ人間味あるじゃん。もうすぐ焦るしさ、ボール出すとこずっと見ちゃうし。ここに出すズマ、出すズマ、出したズマ、取られたズマ、カンテさんよろしくズマって感じじゃん。ってなると、レバンドスキーのあのさ、もう、ね。感情なく人を殺せる名してるじゃん。ヒョードルと同じ名してるじゃん。ってなると、ズマの裏を突き続けるみたいなさ。そう。ね。優しいゴリラ対殺し屋ですからね。冷酷な。ってなると、もうほんとヘッドショットでしょ、ズマの。なんで、僕応援するのはズマですけれども、レバンドスキーのその怖さが出る。で、レバンドスキーさんを抑えてるズマ、あ、ミュラーさんがーみたいな。ミュラーさんが入ってきたズマみたいな感じになると思うんだよね。うん、まあ、そんな感じで。時間もありますんで、ポンポン行きましょう。こちら、アイ・リオン・ユベントス。リオン見てますか皆さん。今ずっとリオン見てたんだよね、バイエルンの後は。デパイがいいんすよ。うん。デパイがなんかリーダーの風格って感じになってますね。いい時のネイマールみたいな。そう、普通に考えたらユーベよ。うん。で、あとはリオンはね、今、4バックやってるんだけど、4バック向けの人選じゃないっていうか、センターバックのクオリティがあんま高くないんだよね。デパイ怪我したの？あ、そうなんだ！ごめん、俺チャンピオンズリーグのね、リオンの試合を見てて、うわ、すげえなと思ったら、デパイ怪我したんだ。ありがとう。いや、よかった、みんなとやってて。もうこれでね、これでコメント欄埋まりますからね。デパイ怪我、デパイ怪我。デパイ怪我妻。ってなるとアウアーか。アウアー怪我してない。そっか、デパイ調子悪かったのに。そう、努力関係ないよね。努力ライフハックチャンネルだから。
もう、あれだよ。一回言ったらわかるぜ。レオザフットボール文字読めっからさ。そうそうそう。じゃあみんながね、怪我怪我って言ってる間にね、告知しよう。さあ、よろしく。曲聴いてね。そうそうそう。あとね、努力の良さを伝え、ライフハクちゃん。ね、デパイが出れなくてもね、うん、デンベレが戻ってきたってあるし、あとアウアーね。アウアーって見たことない人にどういう風に表現すればいいんだろうね。香川がもっとすごくなったって言えばいいのかね。キック精度も上がってきた感じするしね。単純な、ボールを持てる力だけじゃなくて。さっきの話に戻すと、フォーバックの2センターバックがね、うん、ディオンの場合は、デナイエとアンデルセンっていう選手なんだけど、これいつもそうなのかな？マルセロとかいないのかね？ディオンの直近の試合だと、直近でデパイ怪我したのね。基本デナイエ、アンデルセンだな、これね。そう。ってなると、この二人がね、イグアイン、ロナウドっていう老快な駆け引きをできるね、スーパーストライカー相手にね。で、その二人だけ相手にしてると、ベルナスキー入ってくるし、リバラもいるし。うん。で、あと両ウィング。今の形のまま行くと、アウアーとレイネ・アデレイド。この二選手がね、常にプレスバックできるみたいな強度の高い選手じゃないから、両サイドバックが、クアドラードだったりとか、あれ、なんだっけ、ブラジル人のアレックス・サンドロとかになると、そっからのクロスにね、そっからのクロスでやられるっていう可能性だ。これはもうユベントスで硬いかなって僕は思いますね。あとは皆さんの方で喋りたいことあれば読みましょうって感じですね。だから人数かけて守って、前線のスピードでみたいにしたいけど、そのカウンター一発やってくれるような選手っていうのもね、まあ、来るね、うん、とかそうだな、うん、そうだね、長い距離ユベントスの守備相手にできそうな選手はいないよな、ね、意外って意外と苦労人だと思ってる。何をもって苦労人っていうかっていう感じありますけどね、見た目は酪農をやってそうそう。競輪に間に合うかどうか。でも競輪に間に合わなくても、その頃にはもうね、デリフトかなり馴染んでる可能性あるし、デミラルだっけ？控えにもいいセンターバックいるよね。デミラルじゃないっけ？俺、ミランのね、中盤とね、ごっちゃになるんだよね。デミラルで合ってるかな？うん、デミラルで合ってるね。うん。デミラルの立ち位置と、あと1対1強いところとか、バルサでいうトディボっぽいなって思うんですよね。そう。ね、デミラルが出番ないっていうのもかわいそうだよね。さあ、続いて、スパーズ・ライプツィ。縦に速いだけじゃなくて、ボールも持てるようになったスパーズと、モーリーニョが来てどうなる。あ、じゃあ、ボールも持てるようになったライプツィと、モーリーニョが来てどうなるスパーズって感じですよね。すでにルガーに超えた。アダマトラワレレンタルで獲得しといてるよ。ね、長い距離行ける人。イグアイン決定機代表で外しまくったからアルゼンチンで嫌われてる。イグアインビッグマッチの決定機外すっていう説ありますよね。あー、カルダラね。カルダラってあれだよね。ミラン行って怪我してあんま出てないみたいな感じじゃない？確か。ライブティー応援しちゃう？うん。なんかね、モーリーニョって何なんだろうとこの間のユナイテッド戦見て思っちゃったからね。それこそ選手それぞれの質だと、局面局面の馬力でやっぱスパーズの方があるんですよ。ソン・フンミン、デリアリ、モーラ、ケインっていう。ただ、スパーズって後ろからのビルドアップで、長いボール蹴れるけどプレス体勢は高くないベルトンゲンとかアルデルバイレットで、あと単純にわけわかってないダビンソン・サンチェスとか、オーリエとかじゃないですか。ってなると、そこにね、ハイプレスではめていく形めちゃくちゃライプツィが用意しそうなんだよね。だからスパーズが、モーリーニョはライプツィ用の型を用意しようとしても、
用意できないっていうか、形がいろいろありすぎて。だけど、ライプツィヒはモーリーニョ、モーリーニョスパーズ用の型を用意できるんですよね。で、あとは、この、ライプツィヒのセンターバック。それがね、結構直線的な選手が多くて、このポジショニングが良くて、そこの駆け引きで勝つみたいな選手って、やっぱ若いチームだからあんまないんだよね。コナテが戻ってこれるかとかあるけど、ウパメカナとか、ウパメカノとか、うん。誰だっけ、普通にメーカーの時喋ったかあれだけど、でもまあ、直線的な選手が多いっす。だからデリアリみたいに後ろから現れてゴールを落とし入れるみたいな、うん、そういう選手に弱かったりすんのかな、みたいな思いますね。この試合見てたんですよ、僕。ライプツィヒどういう戦い方するか楽しみ。コイン出して言いたいウパメカノ。あ、オーバンだ、オールバン、オールバン。うん。オーバン出てなかったんだよね。怪我かな。全体的に頭弱いですよね、うち。頭弱いわけ、まあまあ、でも、そうっすね、なんかこう。やっぱりエリクセンがいるかどうかっていうのは、その、なんていうのかな、それぞれが、それぞれの接着剤になれないっていうか、一人の、まあでもそれフィジカル系の選手たちの集団にありがちなんだよね。リバプールでもそうなるときありますからね。超変態サッカードイクナーゲルスマン VS 超現実主義モーリーニョ。ナーゲルスマンも、ナーゲルスマンなりな現実主義のやり方がこれになってるだけですよ。なんですかね、誰だろうな。ポステゴグルーみたいな、ね。ロマン追ってってあなたみたいな形じゃなくて、相手の形に合わせて布陣作って、で、ボール回しながら縦に入れるときに、縦にボール入ったら、後ろの選手がどんどん追い越していく、ライプツィヒに今までホッフェンハイムがやってたサッカーをプラスした感じ。ポールセンとかね、フォルスベイとか間で受けるんだけど、間で受けた後他の選手が追い越していくって形と、高いところを送り込んでそのフリックとかでベルナー走ったりとか、いろんな形あるんで面白いですよ。ライプツィヒ。そう、相手を知って自分たちのやり方を使う。だからやっぱりね、トゥヘルとかナーゲルスマンとか、やっぱドイツの学校卒業したね、そのなんていうんですか、その指導者的にね、主席でとか言うじゃん、あのシャルケの監督とか昔の。やっぱまあでも頭がでっかちになっちゃってるなって時もありますけどね。うん、だからね、まあね、どっかのサッカー協会みたいな S 級取った人がね、流れ来ましたねしか言わない国とは違うなっていう解説やったと思いますね。そうだからスパーズがどうなってるかだね。だからこのこの、スパーズが、あ、じゃあ、ライプツィヒが4、2トップなのか3トップなのか、3-4-3みたいな形も使うしね。その形でモーリーニョのスパーズにはめてきたときに、選手たちの判断でビルドアップの形変えるとかができなそうなんだよね。で、そういう時に聞くのがエリクセンが降りてって顔出して、あい、俺に一旦つけとけみたいなパターン。アーセナルで言うとエジル、リバプールで言うとフィルミーノパターンあるんだけど、それがね、そのエリクセンが契約延長の問題使えない、もしくは1月にどっか行ってるかもしれないから、ってなった時にロチェルソがそれできるようになってんのか、ウィンクスがそれできるようになってんのか、みたいな、ね、問題はありますよね。さあ、では続いていきましょう。どんどん時間もありますんでね。続いて出ました、ナポリバルサ、これで全部かな。さあ、なかなかいいペース。さあ、最近のサンフーミは優秀なゴールが多いからやばい。まあ相手がねスペースを作ってくれてることが前提だったりしますからね。オーリーの顔にストコとか入れれば不意をつけたりしませんかね。味方の不意もついちゃいますからね。それクロップもナーゲルスマンも師匠ランニングリンク、師匠っていうより系列が一緒なんだよね確か。なんだっけ、ナーゲルスマンは一応ラングニックが、まあ、連れてくるためにラングニックは1年間監督やったんですよね。で、クロップの師匠と仲いいんだっけな、なんだっけな、そのパワーフットボール的な考え方なんかあった気がするんだけどな。そう、バルサ勝ったなサッカー思う。うん、まあ普通に言ったらバルサですけどね、調子も上がってきてますし、やっと最適解見つけたっていうか、余計なことしなくなったって感じですよね、今のバルサって。
メッシ対クリバリは熱い。うん。クリバリ嫌なタイプだろうな。ちょこちょこした動きにそんな得意じゃないですからね、クリバリ。ナポリ会長が熱血校長先生でしょ。圧力でアンチェロッティ解任したのかな。どうなんだろうね。アンチェロッティって圧力起こせる感じじゃないけどね。そう。ここはね、バルサっぽいけど、逆にね、何から話せばいいんだって感じだけど、ガットゥーゾのミラーの頃のサッカーって、ポジショナルプレイやろうとしてできてないみたいな感じだったんで、それはナポリにどうするか。あれ、もう初陣は終わったんだっけ？ガットゥーゾナポリの。そう、メッシ一人で抑えられる選手なんて誰もいない。ね、カンテ頑張ってましたけどね、昔してるし、戦ったけど。昔のメッシはマジでスペースなくてダブルパッチとかで抜いて戦術ではどうしようもなかった。それがね、今シーズン初めは良くなかったんですけど、今はまたやばいんすよ。メッシやっぱ衰えてねっていうね。うん。初陣負けた！初陣負けていくスタイル。一応5連理論意識して感じだった。じゃちょっとナポリだけ見てみますか、今実際に。ちょっとナポリ見る時間までは確保できなかったんで、せっかくなんで、ちょっと見ながら喋ります。ナポリの初陣。ガットゥーゾの初陣。ナポリパルマ2対1で負けたと。あ、皆さんのコメントも見ながらね。ちょっと実況中継するわ。バルサのことに関してはね、よく配信とかでもね、語ること多いんであれなんですけど。なんで気になることあったらみんなの方でね、なんか喋ってもらったら、喋ってもらったっていうかコメント書いてもらったら、そこを元にその部分から語っていきます。アランアンカーにしたんだ。アランアンカー、このね、動き回ってさ、もう最初から突っ込んじゃうけどさ、このアランアンカーって、もうちょっと試合見てからですか。この、ある程度上手くなってるけど、アランさ、ただこの動き回って相手からボール奪うタイプのボランチをアンカーにしちゃう監督って大体うまくいかないよね。ハリルもそうだったしさ。この時点でちょっとやってんもんね。クラシコの勝敗予想、3-1バルサかな。最近グリズマが馴染んでますけど、まだバルサ全体的に間延びしてて、ブスケツがプレスバックするのは役割的に厳しいと思いますし、ヨング、ブスケツ、ビタルの3人でいけばある程度大丈夫な気がするんですけど、どう思いますか。僕はそのバルサ間延び問題は、スアレス、メッシ使ってるうちはずっと起きると思ってます。4-4-2でもあるとき、ちょうどいいよね。ここ開くから、絶対に。だこの辺の選手、これがボール持つと誰行きますかってところで、こういうところが行くしかないじゃん。で、大体ブスケツが、このサイドからボール入るときに、こういうところの選手が空いてると、こうブスケツがまあ行くとか、デヨングが行くとかするんだけど、そうすると、こういうところでさ、こっち行ったときに今度逆にこっち空いたりとかするんじゃん。ってところに、こうパス通されてやられるみたいな、ここの守備がおろそかだから、ここ釣り出されてっていうずっと問題あるの。ただこれメッシスワレス使ってて、こうなるんだけど、これで水際を防ぎ続ければ、最終的にこの2人が決めるっていう、ね。借金いっぱいするけど金も稼ぐみたいな、そういうサッカーなんですよね。だから、クラシコとかチャンピオンズリーグとか、モチベーション高い時はこの二人も守備するから、ずっとやるとやっぱコンディション落ちちゃうんですよ。なんでそこどうするかっていうので、ペップがこの間受けてたインタビューでは、自分ならここに守備させるように説得するみたいに言ってましたけど、ただそれも年齢の分で難しいんで、それこそね、リバプール戦、アウェイ戦でやれたのはここを守備しないっていうのも一個の理由だし、ただ守備しない分メッシュチャンス作るから決めない周りが悪いっていうのもあるし、あるし、もっと行くとファーストレグでデンベレが1本でも決めてたらまた違うっていうのもあるし。だから短絡的にここが守備しないからいけないんだ、こいつらを変えろっていう人はいるんだけど、この人たちが守備しなくてうまくいってるっていうか、ここプラスネイマールまで守備しなかった時期にチャンピオンズリーグ取って3冠取ってるから。ってなると後ろの守備組織をもっと固くするべきみたいな風な考え方もありなんだよね。ってなると、この守備の時間いかに短くするかってことは、ボールを持つ時間長くするべきでしょっていう、まあ、チャビが自分が監督になったらそうするっていうやり方。で、それに向かってちゃんとフレンキー・デヨングを取ってきて、
ラキティッチよりもプレス体制が高く、いい選手を取ってきたっていう。だから今シーズン、この時期になると、フォーバック今の形で、デヨング、ブスケツ、ここラキティッチなのか、ビダルなのか、アルトゥールなのかって感じで、守備の強度を高くしつつ、攻撃の時にはちゃんと攻撃の時間長くできる、プレス体制も高くするっていう。だから去年僕の分析だと一番やっぱラキティッチのプレス体制の低さでパスつなげるとこつなげなくて、常にバルサのペースにならないみたいなことあったから、そこを的確に補強した。ただラキティッチいらないって話じゃなくて、普通の相手、そのなんですか、ターンオーバーしてく相手には必要だから。だから今シーズンね、バルサがこのままスアレス、メッシがコンディションをキープしていったら全然優勝もあると思うんです。そう。メッシがいくら良くてもダメだったらリバプール戦あるからね。メッシ次第ではないですね。そう。個人的にはメッシ以外の攻撃パターンなさすぎなのが大きいと思うんだけど、ね、インテル戦見てください。メッシ出てないですけど、勝ってますから。攻撃パターンもあって。シビジとディボー、ブスケツのダブルボランチを一角で使っても良さそうだと思うんですが、どうですか？ってなると、攻撃陣にはインサイドハーフに置かなきゃいけないから、とディボにインサイドハーフできるかっていうと微妙ですよね。うん。どっちかっていうと、まあ、ダブルボランチにして、ブスケツがアンカー落ちして、とディボが回収役やるみたいな。ただ、その回収役っていう役割だと、ラキティッチもできるし、ビダルもいるし、みたいな。ネイマールはいりません。商業的なところではいるけど、ただメッシが欲しがってるから、バルサのクレは何も言えないみたいな状況じゃないですかね。さあ、クリバリがいきなりパスミスしてますね、ナポリのやつ見てたら。でもね、昔のサッカーにちょっと戻した感じだよね、インシーネとカジェホンで両ウィングになって、ダブルボランチっていうより。グリーズマンのあの守備、あの貢献、運動量で、なおかつ、攻撃の時にもね、メッシ、スアレスのためにスペース作ってとか最高ですよ。あとはアルトゥールの成長を待つ。僕はデンベレ出してコーチーニョ戻すのが一番いいと思うんですけどね。もう一回コーチーニョのチャンスあげてほしいな。いや、なんかナポリのこのパスのつなぎ方が普通になんかアンチェロッティのサッカーまたやろう、アンチェロッティじゃねえよ。サリのサッカーまたやろうとして、どういう風にやってましたっけみたいな感じのサッカーになってるね。ネイマールよりグリーズマンの方がいいなって思うね。もう試合だけ見たら100人が100人いると思いますよ。いや、これ、見てらんねえな、これ。あらん、見てらんないよ、これ。そう。MSN の時は、7人で守って3人で攻めるっていうのが、まあ、基本の軸の形でしたよ。あと、ビルドアップの時も、ビルドアップする位置を低めにして、相手を釣り出してやってましたね。あと相手がまだ対応する、なんていうんですかね、型ができてなかったっていう。だ次のシーズン、ネイマールプレシーズンむちゃくちゃ良かったんですよ。移籍する年の。あのネイマールを戻ってきてくれるのは最高ですけどね。いや、ちょっと、ナポリ見てらんねえな、最初の2分だけだけど。切り替えも緩いしな。なんかアンチェロッティって選手に結構好かれるじゃないですか。あの人辞めさせんだ、原因そこじゃねえのになみたいな感じになると、そのね、なんかスラムダンクの豊玉のね、あのいい監督辞めた後みたいな。いや、もうクリバリ見てらんねえな、これもう。あ、もう開始3分でした。いや、ガッツーゾのいいところはフロントとあんまり燃えないこと。でもあれでしょ、でもミランでしかやってなくね。あれどっかで揉めてなかったっけ、カターニかどっかでやったとき。例えの方が遠い。世代的にそうだよね。いやー、でも玉際で負けたところで普通にね、クリバリも対応めちゃくちゃ軽いっていうか、変な対応して無様に転んじゃったし。
バトゥーザはメンタルがおかしくなってるって言った。いや、怪しいな、その言い訳する監督。シュート33本打つ。あ、この後そうなの？いや、もう、ちょっとこっからどういう風に良くなったのか、ちょっともうハイライトにしますけど。いや、クリーズマンのゴール数が少ないからいらないっていう風に言われる。インシーニアの惜しいシーンがあった。アンチェロッティ毎回管理される。まあバイエルンの時もはな、なんか練習時間短すぎて選手から不満が上がったみたいな。普通逆だけどね、逆惜しむみたいなね。いや、グリーズマンは絶対に連携良くなるってもうずっと言ってもんだって。あんなになんていうのかね、わけ分かってる選手が馴染めないことってないですからね。コーチーニはファンと揉めちゃったから良くなかったけど、でもそれでもコーチーニは戻ってくればまたいけると思ってました。僕スアレス出れないときビダルのワントップ見たいですけどね。ワントップっていうかスアレス役、スアレスの代わり一番できるのビダルだと思うけど、まあそういう使い方バルベルテしないだろうな。あ、お、すげえ、ナポリ全然幅取れてねえ攻撃のときこのまんま行ってたら楽だけど、ただな、このまま行ったら2月まで持たないから上がってるぞ。次の監督になって逆に良くなっちゃってるパターンありそうだな。今めっちゃいい方がむしろいいんだけどな。あとはバルセロナがファビアン・ルイスをグリーズマンパターンで誘惑しといて、うん、あの試合で本気出させないってやつね。ガタイイカツメの監督って名称感出てるけど、結果戦術分からずボロ出ちゃう。いや、ビダルは性格いいからな。頑張り屋さんだから。スアレスの後がまあ基本的に控えになっちゃいますからね。スアレスが完全に衰えるまでなかなか本丸みたいな人は来ないと思いますよ。エンバメみたいな。それこそボアティングでお茶濁したみたいな感じで。僕はね、一番取ってほしいのは、ベロッティなんですけどね。キャラ似てるし、得点力落ちたけど守備がもっとやれるようになったスアレスみたいな。アンチェロッティ感じにして意味がないです。いや、パルマの守備も決していいわけじゃないからね、今見てたら。ハイプレスの連動全然ないしね。ベロッティダイナミックだよね。インシーニにボライト、お、マリオ・ルイが幅取ってる。インシーニってこんなに簡単に外に預ける人だったんだ。さあ、ラウタロとかどうですか？インテルが出してくんないでしょ。いつもね、シュクリニアルとかラウタロとかさ、話上がるけど。これからの中心になる。だってインテルがね、会長変わってチャンピオンズリーグ取れる、強いインテル戻すって言ってるしね。ラウタロが出ていくってなっても、相当の移籍金を用意させるっていうか。あ、契約解除金？うん。安いの？ラウタロの契約解除金って。いやー、ファビアン・ルイス、あ、120億か。あ、ってなるとラウタロ次第なんだ。そうか、そうか。そんな安いんだ、契約解除金。120億で安く感じるね。フィファだったらね、そのオファー来た瞬間に契約更改するんだけどね。大体ああいう時に契約こう延長してくんねえだろうと思うんだけど、してくれんだよね、フィファだと。ジエリンスキーってすげえいい選手になったよね。昔なんでそのパス選んだんだろうとかね、体の向きおかしいみたいなとこある選手だったんだけど、ね、俺もラウタロインテルで見てたいな。このまま似合うんだよな、ユニフォーム。またバルサそこそこしか似合わなそうだな。130億だったかもしれません。でもまあ全然バルサが出してくる額だもんね、130億とか。だってグリーズマン140億ぐらい出してない？120億か。で、プラス、あれか。あの、口止め料みたいな感じで。なんか、謎の電話かかってきちゃったけど。ちょっとごめんなさいって感じ。さあ。ネイマールお金使いそうで怖いね。インテルのユニフォーム基本誰でも似合うよね。まあ、青黒ってかっこいいからね。
ナウタロレアル似合う。うん。新しく似合うよね、ナウタロ。さあ、トツ。ペドロ復帰ね。ただ、アンスファティの出番がどのぐらいになるのかと。カルレスペレスを気に入ってるからね。バルサはバックラインどうにかしてくれ。え、バックラインは良くないですか、バルサ。そう。あ、ハイライト。なんかナポリは3人目の動きがないサッリサッカーみたいになってますね。うん。レイオフとかあんま使わないんで、これどういう練習してたんだろうね、3人の時。ガッドゥーズがミランで仕込めなかったの見てるからな、このサッカー。ずっとこうっすよ、多分。そんな感じで。じゃあ、得点シーンだけ見ようかな、もう。時間もあれだし。トディボ使ってほしいね。攻めでは最近良くなってきましたし、守備面で両サイドバックもできるし、この間攻撃でね、左サイドバックで突破もしてたしね。攻めではまだ期待していいんじゃないですか。ずっと悪かったらだけど、ほんと伸びてるからね。さあ、メルテンスがキープしたところから、いや、メルテンス素晴らしいな、これ。メルテンス素晴らしいな、今の。全然衰えないな、この人。いや、素晴らしかったな。メルテンスとミリクの連携ね。セメドは右より左の方が突破に関してはよかった。まあ相手もね、右で来るっていう風に予想してたからかもしれないですけど。ね、あそこでね、セメド使えるから、ね、ジョルディ・アルバを怪我明けてフル出場させなかったっていうね。レアル対シティは僕はシティ勝つかなっていうか、シティが勝つ方が見たい。うん、僕としてはそういう。でもまあいい、なんていうんですかね。次が楽しみになるチームが勝ってくるのがいいですけどね、一番。これ失点の仕方、これ、なんかさ、ガッツーソーって守備の人なのにさ、なんかそういう、なんか、てかみんな滑ってんだ。コーナーキックって受ける側よりさ、攻める側より受ける側の方が得点率高いんじゃん。クリバリマラソン最強センターバック誕生だったね。でもまあ、不用意なロストと、ね、コーナーキックからのロングカウンターなんで、ちょっとあれですかね、運がないところはありますけれども、まあ次の試合次第じゃないですか。アンチェロッティの頃とビルドアップのシステムも違うだろうし、ただアンカーランは違う気がするなぁ。うん。ファビアン・ルイスとアランの位置逆にした方が良さそうですよね。デンベレ売ったら出来高分全部ドルトムント払う気がくなってか、バルサイが。出来高分ってどういうことでしょう。差額で高くなった分ってことかな。売った先で活躍した分ってどういうことなんだろう。もうちょっと教えていただけたら。うん。高くなった分っていうか、デンベレが安くならないと売れないと思いますよ。百何十億で、120億とかでしょ。プラス50億払う。いや、もうよくと、それ本当だとしたら、よく取ったよね、あの状況でね。ネイマールいなくなったからってね。なんだ、その辺の情報は。まあ、こんな感じで一個一個の試合分析してみました。まあ、ナポリがどういう形になってるかわかんないけど、バルサに怪我人が出てなかったら負けないでしょうね。うん、ここは。で、最終的には、このね、ラポルトの復帰時期によるな、シティは。シティはラポルトの復帰時期によって、リバプール、パリ・サンジェルマン、バルセロナ、ユベントスかな。強そうなのね。皆さんの予想的にはどこでしょうかね。うん、今の4チームかな。僕の予想は。そっからもベスト4の時のあれによって。アセンシオそろそろ復帰。うん。リバプール、イベントス、パリ・サンジェルマン、バルサがちょっと抜けてるかなっていうふうに思います。そう、ネイマールショックやばかった。でも、ネイマールショックの時にね、デンベレ来て、それがほとんど怪我で使えなかったんだけど、チーム2冠取らせて、ね、チャンピオンズリーグも、どういう負け方したんだっけな、ローマか。いけんじゃないかみたいになってた。うん。
バルベルデはすごいと思いますけどね。アセンシオめっちゃ足遅くなってた。そうなっちゃうよね。そうそう。まあ、ユーベの伸びしろね、うん、期待しちゃいますよね。あと、インサイドハーフで、ラムジーとか、ラビオとかね、あの辺が馴染んでくるのかとかね。あ、この取った意味一番なかった。ね。まあ、そう見えちゃうけど、クラシコとかでね、得点してたりとかね。デンベレの分も出番与えてあげてほしかったけど、まあ、ちょっと荷が重かったよね、まだ。バルサ前節引き掛けた要因って何ですか？まあ、さっき言った守備面の、ちゃんと戦術的に言うと、さっき言った守備面のところで、4-4-2の守備の仕方の部分で、あとは、あの、レフリーの基準がひどいっていう。うん。最後のところの PK は、あれは、最初のレフリングの基準で言ったら、僕がバルサスキー云々関係なく、取ってあげるべきだなっていうふうに思いましたけどね。そう。あれはひどかったなって思いますね、あの審判は。まあ、そんな感じで、うん。今のバルサ暗黒期って言ったらね、リーグ取ってるからね、去年ね。うん。なんで、とりあえずグッドボタンよろしくお願いします。まあこんな感じで、明日もね、明日はフットの日ですけど、通常動画も出しますんで。なんで明日もお楽しみに。そして、ライブの方です。こんな感じでサッカーの話もいろいろしてますけれども、ライブチャンネル、今週はお休みですけどね。来週からまたやりますんで、ぜひとも、もしはライブのためお休みですが、来てください。ライブのチケット、あと、2枚ぐらいかな、ありますんで、ぜひとも。最後は自分がゲットしたるみたいな感じでゲットしてくれたら嬉しいです。ありがとうございました。皆さんからのですね、皆さんの、リツイートとかもアーカイブしてくれたら嬉しいです。そんな感じでおやすみなさい。レオザフットボールでした。バイバイ。